マイケル・ミッキー・カンターは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、民間企業役員。ビル・クリントン政権で、第11代通商代表、第31代商務長官を務めた。1939年8月7日に、テネシー州ナッシュビルに誕生する。バンダービルト大学において、経済学と経営学のの学士号を1961年に、 取得し、1968年には、ジョージタウン大学ローセンターで、ホーム博士の学位を取得する。この間、アメリカ海軍士官として4年間軍務に就く。1992年、アメリカが州国大統領選挙における、民主党の選挙対策委員長を務め、当選したビル・クリントン大統領の時代である1993年から1997年まで、通商代表を務める。 その際、1996年4月3日に、ロナルド・ハーモン・ブラウン商務長官が、クロアチアで発生した航空事故で死去した際に、同じく翌1997年1月21日まで、商務長官を兼務する。通称代表時代は自由貿易主義者として、世界貿易機関、ウルグアイラウンド、北米自由貿易協定の創設のためのアメリカの主張を取りまとめる。 またマイアミサミットや APEC の創設に関与する。また創設されたばかりの EU の欧州委員会と協力し、大西洋を挟んだ市場の拡大に努める。遺伝子組み換え作物市場の90%を独占するアメリカ企業であるモンサントの役員を務めた経験を持ち、遺伝子組み換え作物市場拡大に政治面からも大いに尽力している。 シカゴの国際ホーム会社においてホームに携わる。妻を飛行機事故で亡くした後再婚した。ありがとうございます。